皆さんこんばんは。今日はですね、僕の考えた最強のシミチャンネル運営法ということでご紹介したいと思います。まずはね、やりたいことがわからないという方にはね、まずは何でもやってみてはいいんではないかというご提案をしたいと思います。チャンネルの利用方法から始まってですね、画像の作成、動画の作成、さらにはね、ライブをやるという時もね、常にね、発見しながら学び続ける形になると思いますんでね、もう失敗して当たり前だぐらいの感じでなさるのがよろしいかと思いますし、チャンネルが大きくなるとね、やれることが増えたりもします。さらにはね、皆さんからいただくコメントとか反応から自分のやりたいことをね、そこからまた見つけていくということもありますんでね、まずは自分のやりたいことをどんどんやっていこうという提案をしたいと思います。次にね、残念なゲストが現れた。こびる、戦う、放置するということでね、これはね、YouTube のコミュニティ機能を使った時にね、こういう問題っていうのは多かれ少なかれ出てくるのかなと思うんですが、私の経験から言うとね、基本的に相手の方もね、そのコメントが正しい、そのコメントをするべきだという考えのもとになさっている以上ね、こちらから何か呼びかけたり働きかけたところで、基本的には意味がないと考えてください。そうなるとね、相手の方の様子を見極めた上でですね、このチャンネルの趣旨に合わないと判断した場合は、自信を持ってですね、こちらの方も相手をすることなく粛々と対処をすると、これが正しいのかなと思います。こちらにもね、利用者の方同様ね、運営者にも利用者の方を選ぶ権利というのはあるわけですから、でなおかつね、放置をしたところで相手の方も私もね、どなたも得をしないというふうに考えますと、もうチャンネル運営者のやることは一つかなというのが私の考えです。それでは最後、アクセスをもっと増やしたいという方にはね、急がば回れという提案をしたいと思います。これはね、なんでかというと、何が人気が出るかというのは全然わからなくてですね、私もね、過去にね、何気なくアップした動画がね、全然自分の知らないところに転載されて、知らないうちに大人気になってたりですね、これは人気が出るだろうと思ったものが全然人気が出なかったりとかということでね、何が起きるかわかんないこともありますんでね、そんなことを気にするならね、まずは小手先のテクニックとかね、使うんではなく、自分自身がね、素直にチャンネル運営を楽しむということをやっていればね、そのうちね、人気出るかもしれないな、アクセス出るかもしれないなぐらいの感じでね、気楽になさるのがね、結局、趣味チャンネルのね、長続きの秘訣なんではないかと思いますが、なんとか3分で収まりました。